クテシビオスが作ったと言われる、水オルガンアレクサンドリアのクテシビオスは、古代イギリシャの発明家、数学者。より古代ギリシア語音に近い表記として、クテシビオスともする。古代イギリシャの科学者では、アルキメゲスに付く人物である、アレクサンドリアのヘロンの主とされる。空気の男性についての著作、空気力学についてによって、気体力学の父と言われ、圧縮空気によるポンプ、 空気法を考案したと言われる。だが、クテシビオスの業績は、ほとんどが失われている。アテナヨオスの著作には、彼の研究メモからの引用があるが、研究メモ自体も失われている。クテシビオスは、アレクサンドリアの無声音の最初の艦長と思われる。不幸なことに、彼の生涯及び業績についてはほとんどわかっていない。伝えられるところによると、彼は初めと小屋だった。 その頃、おもりによって調節可能な鏡を作ったとされる。その後、水オルガンを発明し、水時計を改良したという。この水時計は、17世紀にクリスティアン・ホイヘンスによって、フリコ時計が発明されるまで、最も正確な時計だった。また、サイホンを発明したという。ディオゲネス・ラエルティオスの伝えるところによると、クテシビオスは、 生涯を通じて貧困に苦しんでいたという、ディオゲネス・ラエルティオスは次のように伝えている。気前のいい哲学者アルケシラオスがクテシビオスを訪ねたとき、クテシビオスは病気で貧しさに苦しんでいた。そこで、アルケシラオスは財布をそっと枕の下に隠しておき、クテシビオスがそれを見つけるのがアルケシラオスの楽しみだった。クテシビオスの業績は、ウィトルウィウス。 ディオゲネス・ラエルティオス、ビサンチウムのフィロンが何度も言及している。ありがとうございます。